どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さて今回はリーデュエ編最後かな多分ね。さあ展望ポイント、まあ勝利先生に会いに行くんだけどガオーテイ君は結局来なかったというところだね。てかタルタリアめちゃくちゃ強かったね。まあ、最後のボス魔人に関しては仙人の力のおかげでだいぶ楽になったけど、あれぐらいの破壊力があるのは本当助かるね。さあここかな。お二人さん何かご用でしょうか。王城堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。魔人がリーユエを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファデュイの縄張りに行くなんて危ないぞ。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。いやー勝利先生それはやばくないか。上か。無事だといいけど多分勝利先生っぽいんだよな。でもなー、みんな頑張ってね。回復だけしておこう。少し意外なんだ。僕も間違えて喋ったな。交流したくないの。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。あ、勝利と講師だ。それとお前、あの時のファトゥス。さあここに来て宿女が出てきたね。あんたたち銀遊詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし忘れるわけないわね。いや黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。お前がファデュイの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ確かに俺は君たちを少し騙してたけど旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけどこれまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。ん？勝利先生は講師を騙した。そうね、淑女といる理由だよね。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。約束通りあんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。あーやっぱ勝利先生か。何の話だ。契約は成立した。何時に渡そう。ずいぶんと上から目線ね。
上からね、勝利先生はガンオーテイク。何？勝利がガンオーテイクだったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファデュイにあげるんだ？あげたんじゃない。契約に基づいた取引。俺と氷の女皇の取引だ。どうして最初に死んだふりを？そうだ、ひどいぞ勝利。お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リユエコーは大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいいと。その時俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。まあ失敗しても次の手はあったんだろうね。だから今まで神の心を手元に取っておいた。つまりもし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーユエを助けてたってことか？当然よ、それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーユエも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七星と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も標人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。俺自身は凡人の勝利としてリーウェの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと感謝するぞ旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり、俺の死を利用してリーウェを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に答えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころ、リーウェもダイヤにはならなかったでしょ。
誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。かわいそうな星。おいおい、言っていいことと悪いことがあるんだぞ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか。神の心に相当するものと標人が払った対価を知りたい。そうだね。ふむ、取引は平等が大事だって言ったよな。でも神の心ほど価値のあるものって他にあるのか。普通に考えたら確かにないな。はあ？だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引などに俺は手出ししないぞ。標人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。さあ出るか。まあそんな感じはしてたけど。ダメだ、情報量が多すぎるぞ。勝利、一体どんな契約を結んだんだ、教えろよな。契約内容を秘密にするのも契約の一部だ。ケチンボ。まあいっぱい食わされたね、結果ね。操船儀式は今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。お、儀式は結局行うのか。まあでもそうだよね、契約の解除という意味では。よし、じゃあ上行こっか。あー、まあでもまさかね、宿女がいるとは思ってなかったんだよな。まあファディの執行官同士でもっていう感じか。あとさ、ファディの執行官っていうところで言うと講師の変化か、第3まであるのはなかなかえぐいね、ボスとしてね。ってことは他のボスもああやって仮面をかぶってっていうところは考えられそうだね。操船儀式をやるってことは噂は本当だってことだよな。ガン王帝君が本当に。しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、ガン王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か講師とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに、聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。絶対バレるよな。でこっちは、あの海の魔人急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうどガン王帝君の件もあったしな。な、ガン王帝君を殺したやつと魔人を解放したやつが同じっていう可能性あると思うか。言われてみれば確かに、うん、可能性は高いかも。分かったぞ、きっとそいつが魔人と結託してガン王帝君を殺害したに違いない。なんてやつだ。しかしどんなやつなんだ。今までそんなすごいやつがいるなんて知らなかったが。まあいい、それよりあの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。
まずはそれを聞くとしよう。安全に。お知らせね、総選か。七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜もいつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるようにいくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また噂を信じ憶測することはおやめください。その七星のお知らせはなんて言ってたか訳してくれないか。そうだね、殺害されて死んだわけではないと。あ、七星の言い方だとそんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんてなんだかおかしいぞ。それに理由自体も急に考えたものみたいだし、まさか岩王帝君が死んでないことを知ってるのか。でも勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし、神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。まあ今回冴えてるね。だろ。そうだ、総選儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。まあそうそう見れるもんじゃないからね。あ、行幸と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は好天に変えられた。契約の断絶であって一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では天中園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか。ん、彼女こっちを見てないか。旅人。うわ、本当にこっちを見てる。あれが魔人を倒したと噂の旅人か。若い。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。では人探しのお知らせを。おお、喋った主人公。はあ、帝君、帝君が、ん？ところで皆さんはきっと私と同じ気持ちですよね。岩王帝君に関する記念品こそ今一番の勝機ではないでしょうか。でいいんだね。今日わざわざ高校を使ってきたんよ。まさかほんまに岩王帝君に捧げるものやったとはな。まあこれでライバルが一気に3人も減ったっちゅうことやな。
あとはピンバーかな。リーユへの人間と仙人の関係はどんな形になるんじゃろうな。さあ3人話した。いたね、勝利ね。道理で詳しいわけだね。おい勝利、リーユへの人々はもう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。この悲しげで寂しい雰囲気を見てみろよ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月軒はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか。あ、払えないな。言われてみれば確かにモラが足りないな。モラックスなのにモラが足りないの。岩王帝君、モラックスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、ね、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。いい旅だった。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。鎖国か、もう舞台はあそこか。はいはい。稲妻の神はどんな神。稲妻の雷神バール。あ、バールなんだ。リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。彼女はってこと、女性なんだ。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。稲妻幕府のライデン将軍。ああ、面白いね。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーユへの岩王帝君だし何か知らないか。稲妻は一体何のために鎖国したんだ。それは神の目だ。ほ？神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関、それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。ほう、メガリレー。まさに刀狩りとかそこの時か。稲妻全域の神の目を徴収し、
千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そして雷電将軍は永久を追求する神。永久の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永久だけが天理に最も近い。天理。さて、他に知りたいことは？天に昇ることについて。天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに帝君は死んでいないことを知ったからだなあ。七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢枕に立つという便利な戦術を知っているか。さて、他に知りたいことは？まあ、他はまた聞くか。鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。さあ、迫る客星クリアと。いやー、大変だった今回のミッション。で、不動小石が手に入ったことによって、命の星座は土は完結と。宿ったね。さあ、次のミッションか。そもそもなんか海を渡っていきそうな感じがするよね。あーってことはあれか、伝説任務しかもうないんだったら一旦ここで終わりか。アップデ待ちなのか。はあ、そうか、道理でボスあんなん強かったんだね。まあちょっとね、勝利先生と最後になるかもしれないから、ちょっとツーショットで撮っておいて。ということで、今回はここまでとなります。そうだね、今のところミッション見ると、次がまだ来てない感じなんで、ちょっと、またアップデマッチになるかなと思います。次は稲妻か。一応、噂によると、まあさっき幕府とか将軍で出てきたけど、日本らしいんで、舞台が。ちょっとそれはそれで楽しみにしとこうかなと思います。次回、そうだね、やるまでには、眼神集め完成させときたいね。非眼神の瞳はね。まあ、あとちょいだと思うんで、そちらもぼちぼちしていこうかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回アップデート後ですね、やっていきたいと思いますね。楽しみにしといてください。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。